2011年のロミオ&ジュリエットというミュージカルの舞台を、まあ、僕は死のダンサーという役だったんですけど、その時に実際生の、まあ、歌と演技を体感してものすごい感動して、自分もそれをしたい、同じような表現をしたいと思ってあのこの世界に入りました。生きる喜びです。で、まあ、それは本当にカンパニーと、まあ、スタッフとあの人のつながりの中でこう作品が作られるんですよね。そのやっぱり人と何かを作る喜びだったり、そして人に発表する喜びだったり、それが本当に生きることと自分にとってはつながっていて、それがそう生きる喜びって感じですね。やっぱりあの本当に自粛が長くこう今続いて、より深く思ったのはやっぱりライブ感、やっぱり生でこう、まあ、さっきも言いましたけど、人とつながることができる、お客さんとつながることができる、まあ、こんなに素晴らしいことは本当にないなと思います。あの9月からビリー・エリオットというミュージカル出るんですけど、それがまあ僕は初演も出させていただいてて、まあ、この期間3年あったんですけど、この3年の間あのまた必ずあると信じてずっとあのバレエを、まあ、僕はもともとバレエダンサーじゃないんですけど、そのバレエダンサーの役なので3年間ひたすらバレエをトレーニングしました。自分が受かると思って、あとは楽しむことかな。やっぱりこうマイナスな、ね、イメージを持ってどうしてもこう不安だったり緊張したりってあるんだけど、いかに楽しめるかがあのコツというかポイントなんじゃないかなと思います。悩んでるそこのあなたも、まあ本当にこう経験ほど素晴らしいことはないと思うので、ぜひこのオーディションを受けて、いろんなさまざまな人と出会ったりさまざまな経験をして、こう先の未来にいい影響がいい経験ができたらいいなと思うので、ぜひ受けてみてください。そして未来のミュージカル界を一緒に盛り上げていきましょう。